株式会社アーススターエンターテイメントは東京都港区に本拠を置く日本の出版社カルチュアコンビニエンスクラブの連結主会社2006年6月5日に株式会社トップパートナーズ参加の総合エンターテイメント会社として設立された映画制作事業から開始し2008年9月にビデオメーカー事業と出版事業を開始した 2009年5月にタレントマネージメント事業を開始し、同年10月放送開始の政権の刀鍛冶よりアニメ制作事業に参入した。2010年12月にコミックレーベル、アーススターコミックスを創刊し、コミックス事業に参入。2011年3月にメディアミックスコミックス月刊コミックアーススターを創刊。2013年2月に TV アニメ、マンガール。 主題歌、CD、ガールミートデッドライン発売し、音楽事業に参入。2014年12月に、アーススターノベル創刊し、ライトノベル分野に参入。2016年3月に、事務所を移転した。2016年7月より、アニメ事業をトップパートナーズの子会社トップマーシャルが新設した、新レーベル、スマイラルアニメーションに移管。 ただし遺憾後も一部作品において企画協力など副次的なアニメへの関与は継続している。2018年3月31日をもって声優、タレント事業から撤退。それに伴い所属タレントは対象することになった。2018年4月3日に株式会社安文堂の全株式を取得。同年5月15日、安文堂がアーススターエンターテイメントを 九州合併主解散。三省堂元社員の篠崎信二が、大正5年に安文道を創業し、英語参考書の出版を始める。1939年6月に株式会社安文道へ法人化し、篠崎一万像が社長に就任。2014年6月株式会社井戸の子会社となる。2018年4月株式。 会社アーススターエンターテイメントの子会社となり、同年5月に、親会社株式会社アーススターエンターテイメントを合併し、称号を株式会社アーススターエンターテイメントへ変更。2018年7月に事務所を品川区の目黒セントラルスクエアに移転した。かつて所属していたタレント、ありがとうございます。